はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回はアマゾンの名前を使って ままたた新な詐欺が出始めててていいいすすのでそののでそ注意喚起の動画を撮らさせていただいておりますこのようなメールが届きます。メールには具体的なお届け先だとか、住所だとかが記載されていて、とにかく高額な請求っていうのがされているんですね。これだと86,500円のクレジットカード決済で、この商品っていうのが注文されたあなたのアカウントからっていうことが書かれています。で 一見本当に真っ当な注文のように見えてしまうので焦ってしまうと思うんですが見分けるポイントをお伝えします。まず一番分かりやすいのがこの from の amazon.co.jp をクリックすると、ここをクリックしていただくと実際にどこのメールアドレスから届いたかっていうのが分かります。info.ts3card.com っていうまあ訳のわからないメールアドレスから届いているっていうことが分かります。 詳細を表示するっていうところをクリックすると、これも偽物の画面なんですね。で、こちらに関しては、ちょっと見分け方が分かりづらいとは思うんです。本物のログイン画面はこれです。分かりますでしょうかこっちが偽物、こっちが本物ですね。本物の方で右クリックして、 ページのソースを表示っていうのをクリックすると、こんな感じですごく複雑なソース、まあ要するにプログラミング言語ですけれども、が組まれているんですよね。一方、こちらの偽物の方は右クリックして、ページのソースを表示ってクリックすると、 こんなにアホみたいにシンプルな状況になってます。本物のサイトだとログイン画面一つでもソースがこんだけ組まれているんですよ。こんだけたくさん組まれているんですよ。それと比べて偽物っていうのは一行だけと言いますか。開業なしでドゥワーって書いてある。まあ、ここでも見分けることができますね。というわけで今回は Amazon の名前を語って また詐欺がまた横行しだしている。あの手この手で横行していますが、見抜くポイントはいくらでもあるということをお話しさせていただきました。そもそもこのアカウントサービスのアカウントとの間に変な線が入っているのもおかしいですし、突っ込みどころは多いんですが、自分のアカウントで高額の買い物がされたっていう連絡が来ると、わーって焦ってしまう方もいらっしゃると思いますので、その点気をつけていただければなと思います。 今回は注文の詳細を表示するっていうボタンを私押しましたけど、ここ押すこと自体もリスキーなので、基本的には押さない方がいいです。今回は解説するためにわざと押させていただいただけという点はご理解いただければ公人です。最後までご清聴くださりありがとうございます。失礼いたします。